登山道でしょ。うー、ちょっと待って、この人何ですか。この人がヘビ、ヘビなんちゃう。あ、クリボーがさ、あ、わった。ちょ、うちゃちょ、まず、トゲトゲがめちゃめちゃ、なんか体についてるけど、お尻だけなんか黄色くて、おお、ペコってなった。あー、そこが弱点ですよと。なんか、うん、飛んだ、なんだ、こっからやったらいけるか。壁登りジャンプ。で、ここを壊すと何かありますか。あ、コインがさ、めちゃ出たよ。ちょうだいちょうだいちょうだい。うー、ちょっと待って。え、あ、脱走するあいつ。なんだあいつ。あれちょっと、わからない。ポカッてした。あ、今、見てはいけない現場を見ましたね。ちょ、証人をちょっと消さないといけない。さて、引き続き、マリオワンダー、もくもく鉱山、やっていきたいんですけど、ワンダーシードが4つ。で、まあ、あと3つ必要ですよと。なんか、こういうのとかでも1個もらえるみたいなんですけど、いや、どうしようかな。なんか、ここのエリア、あれなんですかね。なんか、難しいんですかね。なんか、難しさ3がいきなり待ち構えてるのと、あとは、壁登りジャンプレベル2難しさ4。これなんか難しさ4が色赤いんですけど、黄色。やっぱあれですね、4になるとなんか色が赤いぞなので、どうなんでしょう、4が最大。え、でもこんな序盤から最大難易度のやつとか来るんかな。ちょっとその辺は分かんないんですけど、ちょっとまずは手始めにヘビ虫、何やこれ。ヘビ虫との雪山登山道。まずはちょっとこの、なんか雪の世界をちょっと満喫するような、あ、ちょっと待ってください。ちょ、バッジセレクトします。そう、絶対ドルフィンクギア。いや、絶対とは言わない。絶対とは言わないんですけど、ちょ、ドルフィンキック使う気が、使わない気がするので、ちょ、壁登りジャンプ、壁登りジャンプで行ってみましょう。いや、これ多分、登山道でしょ。うー、ちょっと待って、この人何ですか。この人がヘビ、ヘビなんちゃう。あ、クリボーがさ、あ、わった。ちょ、踏んじゃう。ちょ、まず、踏んじゃう必要は全くなかったんですが、あとあれか、泡が使えるぞと。こういうのは、あ、ヒップドロップでそもそもあれなんですね。なんか、あの敵が、なんかすごいパンチ力やから壊してくるぞみたいな、そういう系じゃなく、単純にあれか、なんかそういう衝撃で壊せるぞと。なんか、トゲトゲがめちゃめちゃ、なんか体についてるけど、お尻だけなんか黄色くて、おお、ペコってなった。あー、そこが弱点ですよと。頭突きでも壊せるから、普通にブロックのブロックです。ツルツルするブロックかな。雪ってワクワクしますよね。雪ってなんか全然降らないですもんね。いや、地域による。あ、ゾウさんです。ゾウさん、雪の世界にゾウさんいるの、なんか不思議。ゾウ、おー、なんかさ、高いところ登れた。これもしかしてあれですか、このブロックをちょ、なんか壊してしまってると、はぁーみたいな。あ、でも壁登りジャンプとかで登れるから、なんかよく気づいたねと。で、なんかしゃがみからのなんかをすると、なんかすごいジャンプしてる CM を見たんですけど、あれどうやるんでしょう。知らない、知らないですよ。ちょっとこれさ、あ、でもあるか、なんか前からポカポカ来るけど、別にあれですね、普通に倒せるんですね。あ、ちょっと待って、てて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 、壁登りちゃん登山していくぜ。ちょっと、ゾウさんです。で、急いで抜けてきちゃったけど、なんか見落としてるんじゃないの。なんかそんな予感しかしてない。なんか、うん、飛んだ、なんだ。いなくなった。これ鳥の巣だけ残ってるけど、あれはもう一回出てくるとか、これ何、この残された鳥の巣が何かあるとか、そういうわけではないのか、その辺は分かんないんですが、ちょ、壁のぼ、何かにぶつかった。なんか、あー、天井がちょっと、こっからやったらいけるか。壁のぼりジャンプ。で、ここを壊すと何かありますか。あ、ちょ、コインがさ、めちゃ出たよ。ちょうだいちょうだいちょうだい。からの、コインブロック。ここは、まあ、乗れるだけですよと。ヒップドロップして、
ジャンプとかでなんか高く飛んだりとかってできなかったっけ。気のせいっぽかった。ちょ、フクロウがまた来た。でその先に10コインが隠されていたぜと。ちょっとしゃがみで壊します。特にしゃがんでから壊す意味はないです。ただちょっとこのしゃがんでよちよちする姿がちょっと可愛いからちょっとしゃがんじゃうんですけど、ちょっと意味はないです。でこっち来てまたフクロウがいる。フクロウがいる。ちょっとあの巣がちょっとずつ残っていくのは、あ、ちょっと待って、これ倒してよかった。待って、そこに中間があります。もらいました。もらいました。で、ジャンプ。ここにまた、コインあるぜ。壊すと、いいことが。ありませんでした。ていうか、これって、あれ、ちゃうわ。ダッシュ。ちょっと今、なんか、カービィ操作してる。なんかダッシュで今踏めるんかなって思ったんですけど、ただ単純にあれか、この振りの判定が、うわー、ちょっと待って、あ、脱走するあいつ、なんだあいつ、あれちょっと分からない。ポカッてした。あ、今見てはいけない現場を見ましたね。ちょ、証人をちょっと消さないといけない。繊細な事件現場をちょっとね、彼は目撃。ってブロックをどんどん壊すけどさ、え、これあれじゃない、なんかそのうちん、ワンダーがある。ここって誰かに壊してもらわないとダメだよね。え、それってこの人をなんかあっちに行ってもらうみたいな。うわ、痛いです。ちょ殴る蹴るの僕をやめてください。え、あそこが壊せないの、これ。わからない。こんにちは。あ、来た。ちょっと待って、それさ。怖っ。しゃがんどく。危ない。いや、スレスレだったよ。なんですが、ワンダー。これは何ですか？あ、え？足場ができていく。すげえ。これ、待ってたらどんどん上がれる。ちょっと、どんどん高いところに。導いてください。これどこまで上がれるんですか？わからないけど、ちょっと、ここだけちょっと積み上がるな。ここが結構来んのか。なんか来る場所と来ない場所ある。わかんないけど、どんどん上がってんぞ。これさ、なんか、ちょっと待って、そこさ、すごいことにね。ヒップダウン。あー、マジで。あ、でも倒せた。あ、待って、そこ閉まっちゃう。パワーするといっぱい消え。痛いです。あ、なるほど。このパワーを使って、なんかする。わからん。なんかでもあっちに10コインあるということは、10コインがあるということは、なんかそこをうまく、そう、うまく取ってねと。で、彼はそこをぐるぐる回ってる。これはでも足場作ってもらわないと上がれないんじゃないと思ってるので、こっち来ました。そのパンチ怖いです。こっち通りました。あ、なんか高いところあるぞ。待って、こっち来るの怖いです。こういうところはキックできないので。壁登りジャンプで、壁登りジャンプあってよかった。これなかったら多分積んでたよね。積んでたというか、こっち来れてないよね。あっちの左の上とかって何なのか。じゃ、こっちの世界、なんかさ、あの、積んだと思ったら雪がなくなってるんですけど。これ、どうなの？これは別にあれか、右側に進むから、こっち気にしなくてよ。なんか、何がどうなってる？なんか彼が走ってたレールの先って何かあるんじゃない？なんかそんな予感がするので、ちょ、高いところみたいです。パワー持ってくる意味はね、ないかもしれない。帽子に雪がさ、のど積もってっちゃうよ。あの、なるほど。限界があるんだね。ということは、積まれる限界があるみたいなので、ちょっと行けるところ、行けないところが決まってる。ここ、そう、これ、これ、あ、キノコ拾いました。あれ、さっきあれか、正面衝突したからなくなったんですね。これってどこ？あ、ちょっと待って、これさ、積んじゃう。ちょっと待って、一旦帰る。ふっ。待って、パワー。あと、ちょっとそこパワー、そこパワーです。なんか、全然進まないよ。待って、そこさ、閉まっちゃう前に、ここを壊します。で、あ、お花さんがさ、そういうところに捕まってたんだね。で、
でこっち来て、あ、ワンダーシードあるぞ。ちょっと、そこの足場が、待て、こう、ツムツムってなってるけど、こっちでいい。あ、痛いです。ちょ、フクロウさん強い。そう。しゃがまなくても通ります。あ、まず、そう待って、今やられると思ったでしょ。僕も思いましたよ。言うてる場合では多分ない。あ、ここから上がれる。というかさ、横向きの雪。今気づいた。さて、あのワンダーシードは、こっち側ですか？あそこに足場ができる。あれどこにあったっけ？一旦、降りました。ある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 。で、ワンダーシードをゲットすることで、雪は残ること。こういう、なんか、斜めは壁登りジャンプができないんだね。ので、なんかこれ以上多分、なんかその、開発的に、あ、これさ、壊さないで。ふっ！よしよしよし！これ以上、高いところ登ってほしくないよゾーンには、多分あの斜めの返しつけるんやろうな、みたいな。なんかそういう開発の意図みたいなのがね、ちょっと読めたな、みたいな。そんなところはあったんですけども、ヘビムシの雪山登山道。なんか雪がいっぱい来て面白かった。雪山を満喫すると何が起こるか。そう、くじ引きの時間だね。びっくりな商品はもう買ったんですけども、ちょっとパネルくじを求めてしまう。パネルくじ買います。ください、全部ください。あ、ピーチの決めポーズも出ましたね。まあ、右下は、ひとまず、どうなんだろうね。なんか銀色のやつまだ被ってないから、ちょっとわかんないんですけど、ノーマルの右下は、やっぱまあ決まってる。てか、ノーマルの、なんか各ポーズは、多分決めポーズとか、固定なんだろうな、みたいな。そんな感じはするんですけど、ちょっと、他のやつ気になるね。